こがね、この辺が一番硬いんですよね。これ、こあ、こ、塊ここすごいんですよ。ここがもうバンバン硬くて一番硬いかな。結構流れやすくなりましたあ、すごい浄化されね。る。すごい、そこがめっちゃ気持ちよくなりました。はい、ああ、よかったです。あ、痛みの先には気持ちよさがありますね。あ、なんか左の方が入ってるのね、うん、なんかすごい左の方が、うん、なんかめちゃめちゃズスンと、うん、そうですね、多分そうだと思う。左の方が冷たいし硬いですね。磨いにくい感じがありますね。めっちゃゴリゴリなってる。音がびっくりしますよね。なんでこんなプルン。いや、めっちゃ硬いです。なぜだ。いや、でもね、結構みんなありますよ。気がついてないだけ、思ってないだけで、やっぱり日頃使うじゃないですか。で、右利きですよね。あ、そうです。なので、利き腕の方はまだ意識があるんですよ。動かしたなとか、あ、ちょっと持ったなっていう風になるんですけど、左手って構うことないじゃないですか。でもやってあげるとやっぱりもう緩んできてますね。すごい、なんかさっきのゴリゴリゴリがなくなって、うんうん、あ、さっきめっちゃ、うん、そう、さっきよりは なくなって、まだ硬いけど、でもだいぶそうそうそう、音がするような感じはなくなってきてますね。はい、ここがね、この辺が一番硬いんですよね。これ、ここ塊がここすごいんですよ。ここがもうバンバン硬くて一番硬いかなってとこですね。確かに、すんさめThank you.
ね、あすごい浄化されるあ、うん、すごいそこがめっちゃ気持ちよくなりました、はい、あよかったです。さっき痛かったですよね。そうですね、さっきなんか詰まってたからか、うんうん、あめっちゃ気持ちいいです今、はい、あ痛みの先には気持ちよさがありますね、うんあそこもすごい詰まってます。ここもそうですね、はあ、結構ね骨際は溜まりやすいんですよ、はあ、あそこもすごいちょっとありますねすごいいやというかね多分ね本当何層にもなってるんですよ。取れてもまた次が出てくるみたいな感じすごい生産性です多分なんかあの、うん、まあやっぱり言ったら今まで多分腕ケアしたことってないですよね。ないですだから、ないです、うん、だからずっとあるわけですよ。人生と同じだけの、まあ、ためた疲れですとか今まであの気にしてなかったそのいろんな、ね、こう凝り固まったものですとかが、うん歪みが出たりとかってしているものを放置しているわけなので、今やっぱりそれを取っていこうとすると、まあ、表面が取れてもまだ次がある。でそれを取っても次があるみたいなことにはなっちゃうんですよね。意外とだからまあそのこういう腕が重たいから肩が凝るもあるんですよね。すごいこれ。ここはねな流れいいんですけどね。そうですね。すごいね。でもまだ他にもやっぱり、ね、あのいっぱいあるので部分的に取りづらいですよね。28歳でしたっけ。そうだ、うん、誕生日が来てしまって29になってしまった。あ29歳やらないこっちゃ29年分の疲れというかね、やっぱりいろいろ今まで手のその、うん、ケア、ハンドケア、うん、全然本当に一回もしたことがない、はい、なんで誕生日最近だったんですか。あそうですね、あ9月そうだね。あ9月で、はい、おめでとうございます。いや本当にもうあっという間に、はい、まあ、腕も29年分のそうあるんですよやっぱやらないとやらなかっただけのツケというか、うわすごいバリバリなってますよね。今まで全然何もサボりにされてない、うん、そうですよ、ね、肩こりとかみたいにね、うん、はっきりした主張は出にくいので、うん、気にならないんですけどなって大丈夫なわけではないというか、あ、うん、やっぱりで、まあ、だからさらにこのままいくとあのまあどっかのタイミングで腱鞘炎になるとかまあバネ身になるとかっていうこともありますよね。やっぱりその疲れが溜めた状態になっているので、はい、うん、その何かのきっかけでたくさん手を使ったとか力を使ったとかあった時にやっぱりすごく痛みが出てくるとかいう、まあ、引き金になりやすいという状態にはなっちゃいます。大変だ。でもね、その、そういう決まってるとやっぱり冷えとかも出るので、はい、まあ、手が冷えて辛いとかっていうことも、まあ、やっぱり出てくるので、
詰まっているから温度が、うん、熱が伝わらない、伝わりにくい、そうそう、それはあります。うん、やっぱりほぐれてる人の方があったかいです。うん、あと乾燥ですね。血液が少ないっていうことは、血流が悪いっていうことは、潤いも少ないってことになるので、大変大変だから、そう、手が、私水分全然飲まないんですよ、うん、水分、水とか、はあ、全然なんか喉乾かないからいいやろって思ってて、はあ、ダメですよ乾かなくてもちょっと取っていった方がいいですよ、大変だ、夏ですら、うん、もう本当になんか水、うん、別に、まあ、なんかそんな喉乾いてないから、まあ、大丈夫だって、っていう感じで、汗もかかないんですか？汗、なんか、暑いと書くみたいな感じで、あ、でもさっきよりゴリゴリが、うん、なくなりました、なんか柔らかくなってます、はい、あ、すごい、そうですね、まあ、これでだいぶ腕良くなったんじゃないですかね、すごい、まあ、結構スムーズで、だからね、やっぱり肌もね、しっとりしますよ。ほぐした方が、あの、血色も良くなるし、うん、もう本当に、ニキビも今ちょっと本当できてしまったから、とにかく本当に水取った方がいいですよ、水分をガブガブっていうイメージよりかは、ちょっとあの、あったかい白湯飲むとかね、そういう形で体の中きれいにするイメージで、冷やさないようにっていうと水分の取り方がいいとは思います。すごい、めっちゃなんかめっちゃすっきりした感じ。あ、すっきりしてます。すごい、はい、ね、なんか見るからに手もね、あの、少し赤みがさしてますし、うん、違いますよね、色が良くなって、あ、うん、すごい、めっちゃ嬉しいやっぱちょっとこう、でも、うん、まあ、なんていうんですかね、黒ずんでるじゃないですけど、はい、色味がなんかちょっとやっぱり良くなかったですよね、はい、透明感が、はい、やっぱ冷えてる状態だったから、血色がすごい、なんかしっとり、めっちゃ、あの、なんですかね、柔らかい、減った、減った、あ、そうですね、パーンと太かったのが、そうです、あの、すっきりしますよね。すごい、手に取ってわかります。はい、手に取ってわかりますっていうか、うん、あの、薄くなった感じ。うん、そうそうです、うん、薄くなったっていう。はいはいはい、そうですね。すまあ、やっぱりこう、膨らんでるような感じになりますからね、パーンと硬くなってると。そうです、そうです。うん、え、すごい、薄い。薄い。薄くなってる。すっきりしてますね。すごい、うん、こんなに溜まってたんだ。はい。だいぶ柔らかさもね、今出てますからね。はい、あ、すごい。うん、なんていうか、めっちゃ感動あの、やっぱ言ったら力こぶ状態みたいになるんですよね、ぐっと力んで、知らず知らずに力んで、なのでこう反りも悪いし、あ、うん、なんかモリモリ膨らんでるしみたいな感じ、それが、ね、力みが取れると落ちるんですよね。すごい、はい、じゃ肩前叩きますね。ありがとうございます。すみません、一回やってみてください、はい。あ、すごい、なんかもう背中めっちゃ背中の柔らかさも出てますね。はい、うん、結構ね、腕やってあげると肩こり楽になるんですよ。あ、うん、すさまじくすっきり全然違いますね。体が可愛いですね。え、すごい、めっちゃ塊がなくなってる。はい、ない、ない、塊が消えた。骨ないですよ。骨、あ、よかった。あんだけいっぱいあった骨がなくなった。
ものがすごい、うん、失礼します、はい、すぐに入りますね。ちょっと肘ちょっと確認して、うん、まっすぐにしていただきたい、うん、はい、見てますね。めちゃめちゃ見えます。はい、回します。こっちから入りやすいな楽にして、うん、はい、すごい、めっちゃ楽本当にめっちゃ楽です、はい、本当にあすごい、はい、なんかめっちゃ、はい、あらゆる塊がなくなってる感じ腕にもすごい塊があったんです。でも 顔も違う、顔がすごい明るくなってる。あ、よかった、あ、すごい、なんかめっちゃ嬉しい、はい、すごいなんか薄くなって、はい、腕の厚さが薄くなってるのと、あとここの、はい、何ですかね、肩の盛り上がりもね、最初こうなってましたからね上がっている、うん、しかもなんか、あの背中が細くなってる、うん、そうですね、背中もすっきり、肩甲骨がめっちゃすっきり主張してる、浮き出てくるんですよね。そうですね、あ、自分にもちゃんと骨があるんじゃない、本物の骨があるんじゃないって薄くなったことによって、分かりづらいんですよね。なんかもう本当にどれが骨みたいな感じで、筋肉がゴリゴリだし、骨も埋もれてるしみたいな、埋もれちゃって、ちゃんとようやく本物の骨に出会えた本当にもうめっちゃめちゃありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。足も多分ね、軽く、はい、足元を持ち上げたりした時に、すごい、あ、多分、はい、足首細くなってる、あ、はいはいはい、はい、すごい、めっちゃ細くなってる、すごい、うん、足首が、いや、うん、なんていうか、うん、むくみがすごい、すさまじく、はい、パンパンで、はい、そうですよね、よかったです。本当にもうなんかめっちゃもうあの心の奥底からありがとうございます本当にもう。いや、お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、いやもう本当にめっちゃ感動して、はい、いや、あの、そう、あの、私、肩甲骨、はい、あの、そう、綺麗に出てます、はい、そう、わかりますか、本当にすごい、もうなんか、出て、浮き出て、はい、すごい、それがちょっとめっちゃ嬉しいっていうか、よかった、なんか、自分の、骨、姿勢も良くなったのか、ね、スタイルが、足もちょっと高くなった、あ、よかった、すごい、ちょっと今までどれだけ歪んでいたかなんか、すごい、なんか自然と、なんかまっすぐなれる、うん、そうそう、いい姿勢に自然となんか何ですかね、うん、もう乗っかってるやつ、うん、乗っかってるやつがどっか行っちゃった、うん、すごいよかった、すごいお払いされた、はい、何ですかね、あ、こ、あ、今気づいた、はい、鎖骨ある、あ、そう、鎖骨の、そう、肩甲骨と鎖骨ね、出ますよね、うん、すごい鎖骨がすごいくっきりになってる、よかった、なんか何ですか、薬病髪がなんか消えたって感じ、あ、よかった、すごい本当になんかこんなになんかもう飛べる、なんかどこまでも空飛べるって感じ、雨降ってますけど、すごい姿勢が良くなると前向きになるっていうか、うん、ねえ、うん、よかったです。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、See you again, See you again.